よいしょ。あ、頭が。どうすんだよお前この旗よ。怒られてきちゃったじゃねえかよ旗。だいたい今日な7月22日だけどな、朝7時に若葉台駅前に小池都知事がね弁士で来るっていうことを書いてあったからさ、あの成績のポスターで俺ら用意してこれ作ったんだよ。これ8音も作ったよ。で旗持ってよお前あの行こうとしたんだよお前。あの理由はよ、タイヤファイト、タイヤファイトをあの新宿の中央公園でねやろうと思って、そこで炊き出しと、就職相談会をねやろうと思って、それをちょっと直接小池百合子さんにね、直談判しようと思ってずーっと計画してたんだよ。そしたらお前なんか聞いたらよ、お前あれじゃねえか、お前都庁に聞いたらお前なんかいきなりなんかあれなんだ統括企画部っていうのを聞いたらお前石川良一さんとのなんかコラボ企画だからっつって、あの石川良一都議会議員長のね、そこの事務所に電話したらさ、なんか中止になったらしいじゃない、いきなり。困るんだよ俺、これどうすんだよ俺、八音も作っちゃったじゃねえかよお前、どうすんだよタイファイト、どうすんだよ。俺はよ本当にタイファイトでみんなに元気になってもらってさ、でそこでねいろんなね炊き出しとかやって食ってもらって、新宿の公園で、それで就職相談会ってスポンサーにねお願いしてやろうとしてんだよ。ほんとさ、それを直接頼もうと思って今日の朝もお前行こうとしてたんだよ。そしたらお前中止って、お前どういうことよお前。あれだよお前、今度8月14日の六本木のマハラジャ六本木で来る社長たちに酒をおごってお前8人お前揃えてたんだからお前、なあなあ、8人の侍になられず8人の社長だよお前、それ連れてお前行こうとしてんだからお前、どうすんだよ小池さん。本当に小池さんさ、本当さ俺の頼みさ、これ見てたらさ聞いてよね、俺は日本を元気にしたいんだよ。見てこの愛と勇気と義理人情のヒーロー超人ユレマン、日本を元気に、日本を元気にするためにね、俺はね命かけてやってんだよ、冗談じゃないんだよ俺。こんな暑い格好もしてるしさ、今日行こうとしてたんだから小池さん、本当に頼むよ、日本を元気にしてよ、あなたも一緒に、というか一緒に元気にしようね。ちょっと石川良一さんもちゃんとホームページにね、中止なら中止って書いといてよ。ほんと支援者集まったんじゃないの、ほんと困るよ。まあいい、今日はとりあえずこれどうすんだよ今日これ。